テレビ広報トスの時間です。今回はまちづくり推進協議会の取り組みについて市民共同推進課の前田さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速このまちづくり推進協議会ですが、改めてどのような団体なのか教えてください。はい、市内では町区や小学校区ごとに区長さんや民生委員さんをはじめ、老人クラブ、子どもクラブ、PTA などの地域の活動団体がそれぞれの活動を行っていらっしゃいます。そのような団体が集まって地域の課題解決について協議しながら、より良い町を作ろうと取り組まれているのがまちづくり推進協議会です。鳥栖市ではおかげさま、お互いさまの気持ちを大切にしながら、私たちの好きな町は私たちで作ろうを合言葉に、市民共同により暮らしやすい町づくりを推進しており、その一環としてまちづくり推進協議会が各小学校区を単位として平成23年度から平成27年度にかけて8地区設立されました。はい、このまちづくり推進協議会が設立されて地域はどのように変わってきているんでしょうか。はい、同じ地域内でもこれまで接点がなかった地域団体がまちづくり推進協議会で一緒に話し合い活動することで、お互いを知り地域の情報を共有して地区全体のつながりが強くなってきています。まちづくり推進協議会の活動に対しても、例えば子どもを対象とした行事では子どもクラブや PTA の方々が中心として活動したり、街歩きなどのイベントの際に交通対策協議会の方が道路の通行の見守りを担当したりなど、各団体がそれぞれの立場で得意分野を生かしながら取り組むことができ、地域の活動がますます活発になってきています。これまでには挨拶運動の推進や世代間の触れ合いを行うイベントなどの交流事業、地元学講座や地域の史跡をめぐるウォークラリーなどの地域のことについて学習する取り組み、地域内の清掃や防災訓練など地域の状況に応じた活動が行われています。このような活動にはいろいろな地域の団体が協力し合い、たくさんの方々が参加されています。はい、地域の皆様が私たちの好きな街は私たちで作ろうの合言葉のもと話し合いを重ねられながら、さまざまな街づくり活動に取り組まれているということですが、各地区の街づくり推進協議会が具体的な活動いっぱいあると思いますが、少しだけ教えてください。はい、それでは活動の一部についてご紹介をいたします。こちらは鳥栖地区の昔遊び体験です。鳥栖地区まちづくり推進協議会では、昔遊びを子どもたちに体験させながら地域の交流を図るため、小学校行事の鳥栖町まつりや小学校 PTA のバザー鳥栖っ子マルシェに参加されています。竹馬や駒回し、竹とんぼなどの今ではあまり触れる機会がない昔遊びに毎年子どもたちも喜んでくれており、大人も一緒になって楽しんでいらっしゃるそうです。鳥栖北地区では交通安全体験イベントが開催されました。佐賀県警の交通安全教育者佐賀ポリスふれあい号で運転シミュレーターや歩行能力の診断体験を実施し、交通安全の啓発を行ったそうです。また合わせて市内の自転車販売店にご協力いただいて自転車の無料点検も実施し、夏休み期間中ということもあり、たくさんの子どもたちに参加してもらいました。こちらは田代地区でカーブミラーの清掃活動を行っている様子です。田代地区まちづくり推進協議会では地域の景観向上や防犯防災対策の取り組みについて検討されており、今年度は小中学校の通学路を中心に地区内のカーブミラーの清掃に取り組まれたそうです。田代地区では国道と高速のインターチェンジが位置していることから交通量が多く、市街から来る方も多いため、交通安全ときれいな鳥栖市のイメージを維持できるよう取り組まれています。これは八重ヶ丘地区まちづくり推進協議会のホームページのホーム画面です。多くの方にまちづくりの情報を見ていただけるように、今年度まちづくり推進協議会のホームページを立ち上げられました。ホームページではまちづくり推進協議会の活動を検討している専門部会の紹介や昨年作成した危険箇所マップなどがご覧いただけるようになっています。若葉地区では平成25年度から犬の糞放置対策、不法投棄防止や交通安全などをテーマに、
若葉小学校の4年生から6年生の児童が書いたポスターを看板にして校区内のさまざまな場所に掲示していらっしゃいます。こんな町にしたいと子どもの目線で町づくりについて考えてもらう良い機会になっているそうです。こちらは膝戸中学校で開催された大人としゃべりバーの様子です。膝戸地区町づくり推進協議会と膝戸地区青少年育成会との共催で開催された中学生と大人がテーマごとに1対1で会話をする世代間交流のイベントです。昨年の大人としゃべり場では膝戸中学校のほぼ全員となる144名の生徒が参加され、最初は参加した皆さんは緊張されていたそうですが、ゲーム形式で進む会話に緊張もほぐれ、次第に会場は参加者の笑い声に包まれたそうです。麓地区では防災講演会を開催し、災害が起こった時どうしたら自分の家族や近所の方の身を守れるのか、地域の方皆さんで考える機会を作ったところ、多くの皆様に参加していただいたそうです。自分や家族を守る自助努力も大事ですが、いざという時に共に助け合えるように日頃から地域の方々同士が顔見知りになっていくことも大切ということを学ばれました。これは旭地区で作成された町協カレンダーです。もっと町協の活動に身近に感じてもらいたい、活動に参加してほしいとの願いを込めて作成され、地区内のご家庭に配布されました。カレンダーには神社や盆踊りなどの地区の伝統文化が感じられる様子や、新幹線が走る今の風景など旭地区の方が描かれた絵が掲載されました。このカレンダーをきっかけに新たな出会いや活動が生まれることを期待されています。これはほんの一部の活動です。今日ご紹介した活動以外にも様々な活動をされていらっしゃいます。各地区の活動については各地区のまちづくり推進協議会が発行している広報誌まちづくり通信をご覧ください。また地域を盛り上げる行事として各地区のまちづくり推進協議会の主催により2月から3月にかけて市内各地区で文化祭が開催されます。はい、その文化祭なんですが、どのような催しが行われているんでしょうか。地区文化祭では地域の子どもから大人の方までたくさんの方々の作品の展示や舞台発表が行われています。地元の小学生や中学生、まちづくり推進センターでサークル活動されておられる方々などの、絵画、書、生け花、写真、手芸、木工作品といったさまざまな作品が展示されています。また舞台では吹奏楽部の演奏、ダンス、カラオケ、舞踊なども披露されており、展示も舞台発表もとても見応えのある内容となっています。
に素敵なんじゃないでしょうか。いろんな作品展示や舞台発表があって盛り上がっているんですね。それでは各地区文化祭の日程を教えてください。はい。どの地区も土日や祝日の2日間を利用し、開催場所は各まちづくり推進センターを主会場として開催されます。2月3日4日は鳥栖地区、麓地区、2月11日12日は田代地区、2月24日25日は木里地区、3月3日4日は鳥栖北地区と若葉地区、3月17日18日は旭地区で開催されます。鳥栖地区、鳥栖北地区、若葉地区ではアウトリーチによるミニコンサートが開催されます。また旭地区では2日間を通して鳥栖西中学校の生徒さんが舞台の司会進行をされたり、競技会のメンバーによる防犯寸劇もう騙されんばいの上演が予定されております。その他どの地区も趣向を凝らした内容となっておりますので、詳細については各地区まちづくり推進協議会事務局までお問い合わせください。はい、とっても楽しみですね。皆さんぜひご家族ご友人お支え合わせの上ご来場ください。ということで、地域ではいろんな活動が行われて、たくさんの方々の活動によって成り立っているんですね。はい、地域活動は活動を企画する人、お手伝いをする人、参加をする人などいろいろな立場で関わっていくことで成り立っています。この地区文化祭でも地域の方々の運営でさまざまな工夫を凝らして各地区の特色に合った催しが開かれ、毎年多くの皆さんでにぎわっています。また地域のことを知る上でも地区文化祭はとても良い機会です。地域の人々との交流をもって住んでいる地域のことについてぜひ考えていただきたいです。地域活動やまちづくりを行うことは難しく考えられがちですが、楽しく気軽にまずは身近な活動に参加してみましょう。はい、そうですね。皆さんが参加することによって鳥栖市全体の盛り上がりにもつながっていくと思いますので、ぜひご参加されてください。今日はまちづくり推進協議会の取り組みについて市民共同推進課の前田さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。